こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーの米粉でバナナスコーンをフライパンで作りたいと思います。バナナは食物繊維が多いので腸内環境の改善を良くして便秘予防に役立ちます。そして疲労回復にも期待できます。それから幸せホルモンのセロトニンを増やすのでストレス対策にも役立ちます。そんなバナナにダイエットやコレステロールを下げる米粉などを加えることで美容健康ダイエットによりヘルシーデザートを作ります。注意点や応用方法も話していますので最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の説明をしたいと思います。こちらが今回のバナナスコーンの材料となります。はい、まずバナナは、最後に使うんですがこちら、1本を4等分しています。普通のねバナナでしたら2分の1本を4等分するくらいでいいと思います。最初に生地を作ります。まず米粉ですね。米粉を大さじ4杯ボウルに入れます。次に塩を少々加えます。そして、次が太白ごま油ですね。こちらは加熱に強くて癖がないオイルでしたら他のオイルでもいいです。こちらを小さじ1杯ボウルに加えます。次に絹ごし豆腐ですね。こちら 80g あるんですが半分の 40g を使います。大さじにすると約2杯分ぐらいになります。最後にアルミフリーのベーキングパウダーを小さじ1/2杯加えます。材料をすべて加えたところで滑らかになるまでよくかき混ぜます。こんな感じの硬さになったら、まとめて4等分にします。ちょっとねポロポロしすぎてるときは豆腐をね少し加えたりして調整するといいです。このくらいですね、粘土は。こんな感じ、まとめれるくらいの粘土です。こんな感じで4等分にします。この一個一個でバナナを包みます。まずこんな感じで平たく、生地をしてこんな感じですね、包む感じです。下からちょっとバナナが覗く感じですね。こんな感じです。で周りを滑らかに整えてこれを4個作ります。でここでオーブンがあればオーブン200度で15分間焼くといいんですね。そのまま余熱を使ってオーブンが冷めるまで放置すると出来上がりです。しかし、今回は、こちら沖縄のマンスリーマンションなのでオーブンがありません。そこでここに備え付けの、フライパンを使って作りたいと思います。アルミホイルでこちら裏側がシリコン加工にされているのに4つ並べてそれにアルミホイルに蓋をします。今回はフライパンに蓋がないのでこちらアルミホイルで蓋をしましたがフライパンの蓋があるときはそちらを使った方が効果的です。そして弱火でまず8分間焼きます。はい、こんな感じで焼いているところです。はい、8分経ちましたのでちょっと一回ひっくり返したいと思います。バナナの面を下に。そしてこの後3分間また加熱します。はい、3分経ちましたのでもう一度ひっくり返します。そしてまた蓋をしまして次はやはり弱火で今度は5分間加熱します。はい、5分経ったので弱火だったんですが火を消しました。この後ですねこのフライパンが、冷めるまで余熱を使うのでそのまま放置します。はい、30分ぐらい経ってすっかりフライパンも冷めましたのでちょっとねちゃんと焼けてるか確認したいと思います。爪楊枝でこんな感じで刺してみてこんな風に何もついてこなければ焼き上がりです。フライパンの種類とかね加熱の強さなどによって焼き上がり方は変わりますので微調整してくださいね。で焼き上がったみたいなのでこちらちょっとカットしてちょっとだけ食べてみたいと思います。はい、半分に割ってみたらこんな感じですね。真ん中にバナナがあって、まあ、外側に生地が乗ってますね。ちょっとかじってみます。中のねバナナがねとろりと焼けていて甘くて美味しいです。そしてこの生地のね感じとマッチしてとってもとっても美味しいです。ここで注意点を話したいと思います。こちらグルテンフリーの米粉で作ったバナナのスコーンは手作りなので保存料など使っていません。ですから冷蔵庫保存で作った次の日までには食べきってください。もしそれ以上保存したい場合は冷凍庫保存で1ヶ月以内に食べきってください。そして美味しいからと食べ過ぎるとお腹が緩くなる可能性があります。食べ過ぎには十分に注意しましょう。そして応用方法も話したいと思います。
こちら今回はバナナを包んで焼いたんですが、バナナをペースト状にして最初から生地に混ぜ込んで焼いても美味しくなります。そして、今回は豆腐を使ったんですが、豆腐の代わりに豆乳をですね、大さじ2杯、同じぐらいの量使って、同じぐらいの硬さにしてから、焼くのもまた違った味わいで美味しいです。ちょっとね、食感が変わって、生地の方がクッキー生地みたいな感じになりますが、それはそれでまた美味しいかと思います。応用もできて、とても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。バナナと米粉の詳しい効果につきましては、ブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄で確認してみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご意見やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。次もお会いできることを楽しみにしています。またねー。